こんにちは、しんいちです。今回は今の時代の流れっていうのをお伝えしたいと思います。今の時代っていうのは2000年ぐらいから全然違うんですね。2000年前と2000年以降で全然時代の流れが変わってます。また2000年になる前、1980年ぐらい、ちょっと僕は1983年生まれなんで、80年代ぐらいだと思ってくださいね。そのぐらいから2000年の20年ぐらいでもやっぱり大きく違うんですよ。1980年ぐらいまでの時代とその後の時代の2000年まで。で、2000年から2000年以降っていうのが全然違うんですね。ちょっとだけ、歴史をおさらいしましょう。日本っていうのが、明治維新が起きて西洋化が進む中で、いろんな話がありますけど、とりあえず、戦争するようになったわけですよね。で、戦争で、世界中が戦争してたわけです。昔はね、1945年でしたかね、第二次世界大戦終わったのが。で、1945年まではみんなで戦争してたわけですね。で、戦争の時代です。で、そこに使われてた兵隊さんっていうのは、若かったら学徒出兵とかって言って、16歳とか15歳の子も出てましたけど、世界で見たら、そのくらいの子どもたちから、20歳とか30とか40とかで、そういう働き盛りの男たちが出兵してたわけですよ。もちろん女性もね、頑張って、国を守ってたわけですけど。で、そこから、戦争が終わりましたと。で、何が起きたのかっていうと、大不況が起きるわけですよね。大不況が起きるんです。日本じゃなくて世界の話ですよ、言ってるのは。なんでかっていうと、だって人が余りますからね。戦争が終わりましたで、軍需産業っていうのがあんまり必要なくなってくるわけじゃないですか。で、日本でも、武器作ってた会社が武器作んなくなるし、そうしたら、工業衰退するし、兵隊さんいっぱい帰ってくるわけですから、人手は余っちゃうし、賃金は超下がるわけですよね。これは世界で見てもそうなってますね。で、不景気だなんだかんだって言って、そこから日本はもう、焼け野原だったわけですから、日本に関して言うと、そこから、いろんなインフラを作ったりだとか、あとは発展するしかないから発展してきましたと。で、それでバブルまで行って、バブルが弾けましたとね。1980年ぐらいに弾けるわけですよね。で、1980年ぐらいに弾けて、さあどうしたってなるわけですよ。さあどうしたこうしたって言ってる時代が1980年ぐらいから2000年ぐらいの間ですね。今でも言ってはいますけど、いいですか。で、1980年ぐらいでバブルが弾けました。バブルが弾けたらどうなったのかっていうと、なんで弾けたっていうか、今まずお伝えしたいんですけど、なんでかっていうと、その前にそもそも日本が景気が良くなりすぎて、アメリカがいろんな知識っていうのを教えてくれなくなっちゃったっていう流れがあるんですよ。例えば特許とかもね、使わせてくれなくなっちゃったとかね、あるんですね。高度経済成長気が過ぎてバブルが崩壊っていうのも、一つの流れとしてあるんですが、その引き金になるような出来事とかもいろいろあったわけですね。で、つまり言いたいのは、アメリカの真似ができなくなったっていうことです。で、アメリカの真似ができなくなった、じゃあどうしようこうしようっていうことで、これからは個性が大事だって言い出したわけですね。日本人には個性が足りない、人の模倣はできるけど自分で生み出すことはできないとかって言い出して、学校の方でも個性教育って言い出したわけですよね。それが、1980年代だったらちょっとまだ早いけど、そのぐらい、僕が小学生だった時はもう個性って言ってましたからね。言い出したわけですね。何かを生み出す人材が必要だってことで、それまでは模倣する人材が必要だったんですよ。個性なんか発揮しちゃいけないっていう話で、個性だって言い出して、でもなかなかこれがうまくいかないと、その過渡期にあったのが1980年代から2000年ぐらいの間ですね。で、2000年ぐらいからインターネットが発達しだしたわけですね。インフラとしてご家庭にも、入ってきたと。で、そんな中で何が起きたのかっていうと、インターネット革命が起きるわけですよ。つまり誰でも自分がやる気さえあれば必要な情報っていうのを手に入れて、自分で自分の人生をデザインしていけれるようになったんですね。つまり自分で稼ぐことが可能になったんですよ。株で稼ぐ、インターネットビジネスで稼ぐ、車屋さんで稼ぐ、何でも稼げるようになりましたね。で今2018年ですけど、2017年とか2016年ぐらいからやっぱり流れっていうのが変わってきてますね。どう変わってきたのかっていうと SNS ですよね。個人の時代に本当に入ってます。で個人の時代に入ったのは僕は大学生の時ぐらいですから2004年ぐらいかなから一応入ってはいるんですけど、やっぱりそこまで普及していないというか知られていない、アングラな状態だったんですね。それがもう今大学生とか見てたらインターネットビジネス知らない人いませんから、メルカリ知らないとか言いませんよね。メルカリ知らない、ヤフオク知らないとか、ブログって何なのとか、フェイスブックって、名前も聞いたことないとかっていないですよね。で SNS 世代が台頭してきてるわけですね。だから本当に今の、大学生ぐらいの子たちっていうのは全然僕の世代ともやっぱ考え方も違うし生き方も違うし、全然違うんですね。ただ僕自身が、僕に関して言えば個人で昔からやってたんで、結構感覚は近いものがあるのかなと思ったりしますけど、でもやっぱり違いますよね。でこっからが本題ですね。でその今の時代何が大事なのかっていう話をします。いいですか。ここからが本題ですよ。個人の時代になって SNS が普及して、その前にインターネットが普及して YouTube とか Facebook とか Twitter とかね、インスタとか、そういうのが普及してきましたと。で今どうなったのかっていうと、もうそのネイティブデジタリアンである大学生世代の皆さんが何を感じているのか、もうただなのが当たり前ってやつ、ただなのが当たり前ってことですね。何でもただでしょって話で、必要なものまでただっていうのはね、ちょっと感覚としてやばいんですけどだって日本経済もやばくなりますし、そもそも必要なものがただじゃないとおかしいって思ってる人っていうのは、食料どうするのって話になるじゃないですか。なんでこのソーセージ200円もするのとか言ってたらちょっとやばいですよね。だけど大抵のものはただで手に入るっていう感覚を持ってるわけですよ。そこに合わせていかなきゃいけないわけです僕らは。なんでかっていうとそれが新しい時代だからですね。時代に取り残されないためにはそこに合わせていく必要がある。だから、例えばじゃあミュージシャンとか見ててもそうなってますよね。僕は欅坂46が結構好きなんですけど、僕は別に決してアイドルオタクとかではないですけど、欅坂だけはちょっと好きなんですよね。で、PV とか見てて、PV 見てたら、YouTube で見るわけですよね。YouTube で PV 見てたら、大体全部見れるんですよね。音楽1本。PV 見れるわけですよ。昔だったら1000円出して買ってたのが今だったら無料で見れるし、で、右上に購入はこちらとかって言って出てくるわけですよね。で購入したい人はそこから、購入するわけですね。 MP3 を、つまり、コンパクトディスクじゃなくてそのデータをですよ、音楽データを、購入できます。そこには200円とか250円かかるわけなんですけど、で、そういうのを見ていくうちにいろんな曲を見れるんで、見ていくうちに、ライブ行きたくなったりとか、この子がいいなっていうふうに思ってくるわけじゃないですか。でライブに足を運んでライブで、グッズを購入してみたりとか、握手したいなっていうことで、その CD 購入したりするわけですよね。1000円とか2000円とか出して。でそういう仕組みになってます。これはね分かると思います。一回見てみてください。そういうミュージックビデオっていうのを、つまり YouTube から入って、音楽1本分渡してるわけなんで、かなりギブしてるんですよ。与えてるんですね。で、与えまくってるわけです、そこで。そうですよね。で、与えることによって、その女の子たちの価値っていうのが分かって、もっと近づきたいっていう、ここで必要性が出てくるわけですね。自分にとっての需要、欲求っていうのが出てくるわけです。で、そこをお金にしているって感じ。もはや、音楽聴きたいなんていうのは欲求でも何でもない。まあ欲求ですけど、その必要性がない。お金出してまでっていう感じなんで、そこで、キャッシュは生まれないっていう感じですね。また別の例出してみましょう。ソーシャルゲームありますよね。スマホゲーム。スマホゲームなんかも思いっきり無料でやってますよね、今。ちょっと前、僕の世代だったら、まあ、スーパーファミコンとかプレステとかあって、やっぱソフト1万円とかしたんですよ、昔。あれは小学校6年の時だったかな。ドンキーコングが欲しくて、1万円で買ってましたからね、僕の友達。まあ、そのぐらい高かったんですよ。1万円ですよ、ドンキーコング。今だったら無料でできますね。今出てくる新作のゲームって無料でできますよね。ポケモン GO しかり。ちょっと僕そういうゲームやんないんで分かんないんですけど、でも無料ですよね。で、無料で与えて楽しい、価値っていうのをどんどん与えていくわけですよね。あれめちゃくちゃ制作費かかってるんで、こけたら終わりなんですけど、やばいんですけど、でも無料で、与えてくれますね。思いっきりギブしてるわけですよね。で、ゲームやっていくうちに、課金したい人は課金すると、そういう風な仕組みになってますね。つまり、まあ、需要っていうのを作り出してるわけです。でもその前にあるのはやっぱり与えるってことじゃないですか、この感覚がないと、っていうかこの感覚があるかないかでだいぶビジネスの作り方っていうのが変わってきますね。ここまでいいですか？で、こういう話をすると、いや、うちは料理屋さんだから、そんな無料で与えられるものなんてないとか言うんですよ。いや、無料で、じゃあウーロン茶出しますよとかっていう発想になるんですけど、ちょっと違う。それはまあウーロン茶出してもいいけど、ちょっと違うんですね。要するに、ウーロン茶欲しいんですかって話が一つあるし、価値っていうのを与えるのが大事なんですね。ギブすること。ギブしまくるっていうのが大事なんですよ。だから、もし僕が、じゃあ料理屋さんで、じゃあ中華ラーメン屋とかやってるんだったら、ウーロン茶とかまず出さないですよね。じゃなくて、その、ウーロン茶をおすすめするんだったら、ウーロン茶にある価値っていうのを必ず伝えます。メニュー表に書いておきますね、まず。なぜうちはこのウーロン茶を出しているのか、どこのウーロン茶で誰が作っているのか、どんなこだわりがあるのか、1番茶なのか2番茶なのか3番茶なのか、なんていうんですか、いっぱい言ってあるのか、深く言ってあるのか、浅く言ってあるのか、なぜそうしているのか、でどんな気持ちでこのウーロン茶を出しているのかっていうようなことを与えます。その価値を絶対に伝えますね。で、このウーロン茶を飲むことによってあなたはこうなると、血糖値が下がるとか、まあ、ウーロン茶の効能っていうのを書いておきますよね。で、でそれウーロン茶売るためにやってるんじゃないんですよ。で、ウーロン茶の効能を伝えることによってその人の人生ちょっとだけ豊かになりますよね。家でもできる健康法なんで、ぜひやってみてくださいと。1日朝1杯のウーロン茶があなたを糖尿病から救いますとか。でもしそういう効果があるんだったらですよ、もちろん。なのでぜひね、やってみてくださいって。で、それって価値じゃないですか。別にハードを上げなくていいわけですよね。ウーロン茶っていうハードを与える必要はないわけですよ。なんで、そういうギブできるもの、無料でギブできるものっていうのをどんどん与えていくんですね。なんで、もう、中華料理屋じゃなくても、車屋さんでも、水族館でも、何ですか、まあ、何でもそうなんですよ。まず自分が与えられるものっていうのを必ず出していくこと。それが重要ですね。で、その中で、需要が出てきたら、欲求を掘り起こせたらいいんですけど、欲求を、掘り起こすことができたら、購入となってきますよね。ウーロン茶購入ってなってきますね。あ、じゃあ家でウーロン茶飲みたいから、おすすめのウーロン茶あるとかって、でもしかしたら聞かれるかもしれない。まあ、もしくはそのメニュー表の裏とかに書いておいてもいいかもしれない。で、お店に置いておいたら、ウーロン茶購入ってなるわけですよ。ウーロン茶の茶葉購入とか、ウーロン茶自体を購入とかね。わかりますか、言ってること、まずしなきゃいけないのはお客さんに価値を与えること、自分ができるものっていうのをどんどん与えることです、でそのためにハードを与えてしまうと割引とかね、もしかしてしまうと、お金がなくなっちゃうし、そういうんじゃないんですよ、言ってるのは。まずは無料でできることっていうのをやってみてください。それができたら、どんなビジネスでも同じですから、はい、うまくいくはずです。はい、よろしいでしょうか。まとめますと、今の時代っていうのは、まず自分から出すことです。どんどん出してくださいね。はい、では失礼します。